っちの方向こう岸まで渡りてんだがな、崖下にタコ揚げ係のラッパがいる。あいつにずっとタコを揚げさせる、そんな芸当ができりゃいいが。老婆が言っていた、九月回しでタコ揚げと。あの婆様たちか。あいつらの言うことはバカにならねえぞ。そういや忍びの術に生き物を九月のように操る技があるとか、そいつのことかもしれねえな。九月の術ってやつか。初めて見たぜ。おめえやるじゃねえか。ふん。得意げな顔一つしやしねえ。これで俺も野暮用を済ませられる。ありがとうよ。ふん。これでありがとうよ。